心理カウンセラーの南優太です。今日はですね、恐怖を根っこから解決する王道の方法という話をしたいと思います。ACHSP 愛着障害、それから対人恐怖とかトラウマを抱えた方、多くの方が、恐怖を感じないようにするっていう癖をお持ちなんですね。で、恐怖って実は感じない、押さえつけてしまうと余計膨らんでくる、いつまでも恐怖に怯える生活が続くっていう風になりがちな感情なんですよね。で、この時におすすめの、セラピーで王道の方法があります。で、それは、恐怖を体感するっていうことですね。これはもう絶対法則かなって言ってもいいぐらいですね。恐怖は体感すれば安心感に変わっていくものなんですよね。で、じゃあ恐怖を体感するって具体的にどういうことかということを話します。恐怖を体感するっていうことは、まずは自分自身の意識を、例えばこれ今、僕の目が例えば天井を見ていると、これ外側に意識向けてますよね。そうじゃなくって自分の内側、身体反応ですね、体の反応に意識を向けるということ、そして、注意を集中し続けるということ、そしていつもよりも長く時間をとって意識し続けるということですね。身体反応を意識するということと、そこに注意を集中し続ける、他に注意をそらさないということで、時間を長めに使うという、この3点がね、すごく大事なポイントになります。で、これが恐怖を体感してる、体で感じてるっていうことになるわけです。で、恐怖を体感すると人ってこう必ず感情の波があるので、体感してると感情のこのさざ波が起こって、波が大きくなって高まってピークに達します。で、その後は下がっていくんですね。で、あらゆる恐怖症の治療克服のためには、この恐怖不安には波があって最後収まるんだっていうことを体で覚えるっていうことが必ず含まれているはずです。これはもうどんな本読んでも載ってる絶対的な真理ですよね。ですから、体感っていうのがすごく大事になるわけです。で、ただしやっても効果が得られない、うまくいかないっていう方に、注目してほしいポイントがあります。それは自分の思考ですね。自分の考え事に意識が取られすぎている場合、うまくいかないですっていうことですね。例えば、いつまでこんなことやってるんだろうとか、聞くんかなこれ本当にとか、いろんな疑いとか、未来への不安を考えている、で、その考えに意識が取られている時っていうのは、恐怖を体感しているのではなくって、頭に意識が向いちゃってる状態です。ですから、さっき言った体感する時の3つのポイントを外しちゃってるんですよね。意識が身体反応ではなくって思考の方に行っちゃってるわけです。ってことは、感情の波が起こらない、起こっても途中で止めちゃってる。で、まずはそれをね、自分で、ダメだって責めるんじゃなくって、それに気づくということ、思考にとらわれてるって気づくということ。で、気づいたら意識を思考から身体反応に戻してください。そしたら必ず感情の波が起こってピークに達して穏やかになっていくっていう体験が必ずできます。もうこれはもう必ずできます。ですので、良いカウンセリング、良いセラピーのポイントは、感情の波を途中で止めないっていうことなので、必ずね、最後まで行くとどんな人でも良くなっていきますので、今日のポイントね、体感するということ、意識を身体反応に向けて、注意を集中し続けて時間をいつもより長く取るということね、これをぜひ意識してみてほしいなと思います。はい、今日は以上になります。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。メルマガ登録とツイッターのフォローもお待ちしております。